2B 専属の随行支援ユニット。当機はポット1号さん、 9S 専属の随行支援ユニット。我々は同じ戦闘に参加することが多い。状況データの共有をすることでより効率的な作戦展開が可能と推測。提案、定期的な情報交換をポッド042とポッド1号さんで行うこと。賛成。提案の内容を妥当だと判断、次の状況交換までに記録調整を行っておく。
検査推奨、記憶エリア。はいはい。はいは一度で認識可能。はーい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨、視覚センサー処理系。はーい。処理系チェック完了。問題なし。全チェック完了。ふう、ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され、長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。わかったわかった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。何？今の不明。データ同期を中止。警告、データ同期は全ユルハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。検出、ユルハ機体保管記録。こんなに厳重に防御する意味って何だろう。ブラックボックスに関する情報だけ。
全部潰されてる。どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな、空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。新しいポートが開いた。検出、人類会議および夜波計画記録インデックス警告、当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。攻撃型の防壁、こんなのをサーバー内部に設置するなんて。このデータ、夜波計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。アマトの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ大地の慈悲を、ああ天井の喜びを、鉄の組織から解き放たれ、私たちの魂は今の一体。クソ、見つかった。否定、 2B からの緊急援護申請。サーバー切断、ボディユニット起動。了解。9S、 オペレーターさん、何があったの。実は最高上エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど、電波状況が悪く。わかった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。申請、サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋の装置を使用。2B のブラックボックス信号健在。よかった、通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。Thank you.
よし、次はこのまま 2B のいる部屋のロックを解除。
は使え。
待て、トゥービー。僕です、ナインエスです。ナインエス？バンカーからハッキングして、この機械生命体をコントロールしています。これから工場のシステムに侵入し、お二人を脱出させます。わかった、お願い。脱出経路を確保しないと。よし、最初のゲート解除。 2B、 そのまままっすぐ進んでください。了解。第2ゲート解除。ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。わかった。までのルート確保完了です。ありがとう。報告、トゥービーが大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認。推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。
ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場システム掌握 20%。 トゥビー、なんとか耐え抜いてください。工場システム掌握 50%。 あとはこのコアさえなんとかすれば。あまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に。永遠に。今のは、月面サーバーで聞いた言葉。どうして。報告、 2B による敵大型兵器の撃破。ああ、そうか、分かった。9S 司令官、すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを。異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に。理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。
どうして死んだんだ兄ちゃん、どうしてなんだよ。くそー、すべー、すべー、殺してやる。人類がもういない。